pH メーター、pH メーターは水溶液の水素イオン指数を測定するために用いる電子機器である。典型的な pH メーターは特殊な測定用単身が pH を測定して値を表示する電子メーターにつながった構造をしている。pH 測定器、pHK とも簡易な pH メーター、pH メーターの単身は先端についた白層ガラス球の周囲の オキソニウムイオンの活性として pH を測定する。単身は pH あたり約0 0 6トの小電圧を作り出し、これを測定して pH として表示される。最初の商業的な pH メーターは1936年頃にデンマークのラジオメーター社及びアメリカ合衆国のアーノルド・ベックマンによって開発された。ラジオメーター社は pH の概念を提唱した精錬精錬船の依頼により pH メーターを製造した。一方、ベックマンは当時カリフォルニア工科大学の助手でありサンキストグローワーズから早くて正確なレモンジュースの酸性度の測定装置の開発を依頼されていた。ベックマンはこの発明をもとにベックマンインストゥルメンツカンパニーを立ち上げた。2004年、ベックマンの pH メーターは 商業的に成功した最初の PH メーターとしてアメリカ科学会からナショナルヒストリック・ケミカル・ランドマークスに認定された。1970年代、台湾の意知電子工業は最初の持ち運び可能なデジタル式 PH メーターを開発、製造した。この PH メーターはコール・パーマー S の商標で販売された。ありがとうございます。